はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、宇宙戦隊キューレンジャー大熊キュータマキャンペーンでもらえるデラックス大熊キュータマです。はい、これはコグマスカイブルーの小太郎がビッグベア指令に覚悟を認められた時にもらったもう一つのキュータマで、同時にもらったコグマキュータマは変身用のチェンジキュータマですが、大熊は技用のスキルキュータマで、これを使うことでコグマスカイブルーが約3倍の大きさになって巨大化して戦うっていう、ちょっと特殊なキュータマですね。キャンペーンは29日から始まってて、竜帝王かキューレン王か竜ボイジャープラスコグマ大グマボイジャーをセットで買うと、おもちゃ屋さんでその場でもらえます。本編でも小太郎が毎回使ってますから、割と頻繁に登場するキュータマではありますが、まさかの限定アイテムで立体化ですね。おお、さすが特別なキュータマだけあって、クリアパーツにラメ入ってますね。はい、中身はこうなってて、大グマキュータマ本体と説明書、こちらには音声とかが書いてあるのかな、遊び方のみ書いてあります。では大グマキュータマを確認しましょう。ぐるっと見回すとこうで、正面上側下側で、正面の銀ピカシールのナンバー部分は22で、コグマキュータマと比べると、あ、やっぱり絵柄全然違いますね。かなり凶暴な感じ、目いっぱい絵柄があって、コグマの方は頑張って口を開けてますが、こっちは体が大きい。クリアパーツ部分のカラーはコグマもオオグマも変わりませんが、ラメが今回はありますから結構イメージ変わりましたね。で、もちろん回すライドできますので、おお、これこそ世界地図って感じ。半分にオオグマが割れて、回すライドしてロックされることで顔が完成。今回も絵柄凝ってますね。半分の状態はこうで、めっちゃ怖い超不気味なんですけど、これでこうやって2つ持つことで初登場シーンを再現することもできますね。テンション上がる。そして絵柄はというと、おお、コグマが大グマに変身してる絵柄で、まさに小太郎が技を使ってる状態ですね。もちろん普通のデラックスキュータマとして使えますから、ボイジャー系にもセットして合体可能ですね。では、セイザーブラスターと連動マワースライド。大熊キュータマ。うん、大熊キュータマ。言い方が全然違う。通常は、こんな感じ、コグマ。コグマキュータマ。ちょっと軽めなボイスですが、今回は、うん、迫力がある。で、ブルーに発光して、まずは変身。スターチェンジ。うん、スキルキュータマのはずなのに、チェンジキュータマと同じで、オーグマーの音声もなりますね。一応、チェンジキュータマとスキルキュータマと兼用ってことなんでしょうか。意外な連動音。では、ボイジャー召喚。何これ、大熊ボイジャー、小熊ボイジャー。本編ではボイジャー召喚も小熊キュータマを使ってクーマボイジャーで、大熊と小熊が一緒に登場するんですが、2種類の特殊攻撃音もなりましたね。もう一回、どうかな？違う？これを聞いた後に、コグマ。あ、ちょっと違う？特殊攻撃音が少し違うかな。
ボイジャー操縦。これは普通の走行音が鳴りますね。さらに特殊攻撃。攻撃音も専用のものが鳴りますね。コグマを聞くと、あ、やっぱり違う。もしかしたら一部音声が共通かなと思いきや、ちゃんと変えてきてますね。というか、ピン配列も全然違うのかな。大熊と小熊、あ、全然違いますね。必殺技が変わったりとかしませんよね。これは特に変更がなくて、全9玉共通です。いや、今回もなかなか特別な連動音声が鳴る限定9玉がもらえました。前のペガサス9玉もそうですけど、キャンペーン系の9玉は割と重要アイテムきますよね。では、大熊9玉キャンペーンの詳細は概要欄に貼っておきますので、詳しくはそちらからご確認ください。以上、大熊9玉キャンペーンでもらえるデラックス大熊9玉の紹介でした。